それが新選組っちゅうところへ。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことか。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したるわ。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ、せえ。Yeah!
長倉さんと渡り合ってやがる。何者だあいつは。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。まだ一本取ってないか。金や権力に釣られただけの半端な腕やったら無駄に死ぬだけ。せやけどお前は違う。新選組によっても生き残るだけの力がある。それを見極めるためにこんな荒っぽい入隊試験をしてるってわけか。新選組は強ないとあかんねえ。強ない奴は遅かれ早かれ殺される。強い奴だけが生き残れる場所、そういうとこなんや。で、俺の天然理心流はどうやったんや。期待に応えることはできたんかい。相当な腕前だな。だがあんたの剣筋には殺意がない。俺が探していたもんじゃない。うん。いや、気にしないでくれ。独り言だ。新選組に入ったからにはもっといろんな古参幹部連中に剣の稽古をつけてもらわないとな。名前は斎藤はじめだ。斎藤か。取ってつけたような名前やな。歓迎するで。新選組はいつから青春活劇の舞台になったんや。甘いな、新八ちゃん。甘々や。掃除。掃除って、あの。せや、わしがあの一番隊隊長、沖田掃除や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。はあ。今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれで。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。
をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの離心流は一味ちゃうで。そうか。ぜひ味わってみたいもんだな。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。納得いったか、掃除。何も言えや、こいつ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ。長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所では何です。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だが、できれば最後まで手合わせ願いたいところだった。ふん。奴の剣は俺の力で押す剣と違う。速さで圧倒するもんや。掃除の離心流はどうやった。まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが、可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという。